皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これだけは絶対やめてっていうおばさんに見えるくるりんぱの失敗方法についてご紹介します。僕がね、最近こう通勤中に電車の中でくるりんぱされてる方が何人かいらっしゃったんですけど、このやり方はちょっと老けて見えるなっていうくるりんぱの方法があったので、もしね、皆さんこういう風な感じになってる方はぜひ気をつけてもらいたいっていうことを今日ご紹介させていただきます。まず一つ目、こちらの感じですね。ちょっとお人形さんでやってるんですけど、横がピタッとしてるくるりんぱで、なおかつちょっと高さも少し上な感じなんですってなると、ピタッとしてたりするとちょっとね、動きがなかったりとか、少しちょっと昔っぽく見えるくるりんぱになってて、で、高さが上がれば上がるほど年齢がちょっと上がっているように見えちゃいます。なので、くるりんぱをした時にね、ちょっと横は膨らませて、で、バランス的にこのくるりんぱのゴムの部分はもう少し下の部分にしてあげるとバランスが綺麗なので、こういう風にね、くるりんぱなりがちの方、ぜひ気をつけてやめてください。二つ目のくるりんぱはこちらです。一見ね、パッと見た感じは全然普通に見えるんですけど、ちょっとね、こう結び目のところを見てもらったりすると、右と左のこの両冠、髪の毛の両冠ですね、取る両冠が全然違う。くるりんぱをした時に、例えばこれで言うと、右側がボコッと広がって、左側がキュッとしてもうちっちゃくなって、こうするとバランスが悪くて髪の毛も綺麗に見えなかったりします。なので、左右のバランスはね、なるべく均等に、ご自分で取られる時には同じ量だなっていうのを均等にして合わせた状態でくるりんぱしてあげる方がバランスが綺麗なので、このやり方もできればやめてください。最後、これ3つ目、これが一番やめていただきたいんです。こちらです。なんかぐちゃっとしてくるりんぱするときに持ってきて、で、くるりんぱするんですけど、で、そのときって結構髪の毛を巻き込みがちの方も結構多いです。この方に関しては、もう多分下の髪の毛、これハーフアップのやつなんですけど、下の髪の毛を思いっきり持ってきて、もう全部一緒にくるりんぱしちゃってる。そうすると、すごく毛羽立ちで見えたりとか、疲れて見えがちになっちゃいます。なので、くるりんぱするときはね、しっかり下の毛だったり、余計な毛を同じように巻き込まないように、しっかりと慎重にこう髪の毛を落としてやってあげると綺麗になりますので、この方法もぜひ気をつけてやめていただければなと思います。ということで、以上のことを踏まえてね、綺麗なくるりんぱの作り方を今からやっていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画を。どうぞ。じゃあまず最初にオイルをつけていきます。そのままね、やっちゃう方も結構多いかなと思うんですけど、くるりんぱするときって髪の毛を持ってきてね、反対返したりとかいろいろしたりするので、毛羽立ちやすいっていうのがやっぱりあります。なので、できればね、もうやる前にオイルだったりとか保湿しといて、で、くるりんぱしていく方が綺麗にまとまります。パサついて見えたりすると結構ね、老けて見えがちなので、しっかりとね、オイルで保湿する、まずこれがポイントになります。で、次に実際にね、くるりんぱやる髪の毛の量を取り分けていきます。まあ、大体目安としては、耳後ろぐらいまでの、サイドの部分ですね、の髪の毛を取ります。この辺りぐらい、これを両サイド取り分けで、ご自身でね、こう触った感じ、あ、大体量が一緒だなっていうのを確認してからくるりんぱを始めてください。これがずれてしまうと、やっぱり結び目のところでね、バランスが悪くなってしまいますので、しっかりここも取り分けるようにしてください。では次に、分け取った髪の毛を後ろに持ってきます。で、持ってくる高さは、大体この辺が耳の位置なんですけど、耳よりも気持ち下ぐらいの位置で髪の毛を持ってくるとベストです。結構上すぎたりしてしまうと、横のね、もっこり感が出てきたりとか、バランスが悪くなってきたりもするので、なるべくこの位置、これが耳ラインの気持ち下ぐらいでまとめるようにしてください。で、後ろで持ってきたら、ゴムで結んでいきます。で、この時にこのね、下の髪の毛結構巻き込みやすかったりもするので、巻き込まないように慎重にやっていきます。ここをできやすかったです。持ってこないで、このサイドの髪の毛だけをくるりんぱしていきます。なるべくこう指だったりとかね、この真ん中の髪の毛をこう落としてあげるような感じでやってあげると綺麗にまとまります。
で、さっきね、耳よりも下の位置でまとめてくるりんぱしたんですけど、そうするとね、くるりんぱしたら若干こう上がるので、耳ラインの位置ぐらいでくるような形になるかなと思います。この状態でも全然いいんですけど、やっぱりね、再度こう、ペタッとなりがちの方もいらっしゃるので、この部分を押さえて、再度ね、だいたいこうですね、20本ぐらいの束ぐらいを取って、少しだけ広げます。凹凸をちょっとつけるような感じですね。あんまりね、広げすぎてもバランスは良くないので、ちょっとこう、少し丸みが出るというか、広がるような感覚で出してあげるとベストです。で、最後ね、この辺の部分もやっぱりペタッとしがちなので、少しだけ出して、凹凸をつけるようにしてあげたら、こんな感じで、くるりんぱの完成です。はい、ということでこんな感じでやってみました。やっぱりね、自分でやるときってね、後ろやっぱ見えないので難しいかなと思うんですけど、今ね、言ったことをね、ちょっと意識するだけでも結構綺麗なくるりんぱになるかなと思いますので、ぜひ参考になさってみてください。今日も、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録と、コメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。